大学生でどのようなお金の勉強をした方がいいですかってことなんですが、まずですね、大学生が学ぶのは、投資とかでもいいんですけど、そもそも大してお金持ってないと思うんで、多分そこから投資を学び始めるのは全然いいと思うんですが、むしろマネタイズ、お金の稼ぎ方を勉強するといいと思います。大抵の人はバイトをしたりとか、ちょろくお金を稼ごうとするんですけど、まあ、そういうこともまあ別に、やってもいいと思うんですが、大学生のね、リスクを取った方がいいと思うんで、自分の力で稼ぐというか、バイト以外でもいいんですけれども、自分の力で、いわゆるこう、なんか、歩合制の仕事でね、何か稼げるとか、あとは起業するとか、そういうで、ね、ミーティングに入ってみるとかして、まあどうしても全然いいんですけれども、給料をもらうこと以外で稼ぐって練習をしてみてください。大人になるとやっぱり給料もらって稼ぐって安定の方向に行きやすくなるので、若い時にそういう不安定な仕事とかを経験しておいて、でもそれがうまくいかないに合わないんだったらやめて、おとなしく就職すればいいし、それが合うんだったらリスクを追求するってこともできるので、リスクを追求できる時に追求しないのはですね、これは一番もったいない行為なので、学生の頃は僕だったらリスクを追求して、なんか行動を起こしますけどね、企業とかでも全然いいだろうし、はい。ちょうど降りてきた、これピコっていうね、うちの、最後にうちに来たというか、まだこれから来るかもしれませんけど、にゃんこはいるんですけども、この子何がすごいかっていうと、この子捨て猫なんですよ、もともと。みんなうち捨て猫なんですけど、で、この子、3ヶ月、生後3ヶ月ぐらいの子猫の時に、引き取られたんですよ。他のうちに、うちじゃないところに。で、引き取られたんだけど、その引き取られた先で、どうやら問題が、あったようで、一回ね、戻ってきてるんですよ、保護施設に。で、心配だと思うんですよ。やっと住む場所が見つかったってなって、多分2、3ヶ月ぐらいその家にいて、半年ぐらいでこの子、保護施設に戻ってきちゃったんですよ。で、外に出て戻ってきてるから、変な病気持ってるといけないんで、隔離されていたんですよ。で、この子どうしたかっていうと、隔離ケージの中に入ってたんですよ、一匹でね。で、僕はその前を通ったら、この子この手。この手です。この、ちょっと、ビコ、ビコ、この手、この手。はい。で、この手で、僕の袖を、ここの袖を、ピッて掴んできたんですよ。両手でパシッて。ケージから一生懸命手を伸ばして。で、それで、僕の素材を掴んだことによって、あ、じゃあうち来るって言ってこの子が来たんですよ。もう言いたいことわかりますよね。今日はですね、この放送では、おなじみの、あの、ぬこ様、みこ様の、出身地っていうんですか、出身なんていうんですか、でしょうね、出身キャットシェルターの、東京キャットガイダーさんにお邪魔します。久しぶりって聞きます。ちなみに猫って、そうで、今日はちょっとこのリンクも出てるんですけど、本をまたね、これ今度は今回、東京キャットガーディアンさんの監修ですね、執筆は富田園子さんで、動物ライターの方が、なるほどなるほど、企画もやっていただいて、あれ前、本も出されてましたよね、はい、猫を助ける仕事、すごい大変な仕事を出してますけど、今回は、ハウツー本で、見回すと拾っちゃったりもらったりする方がとても多い猫なんですけども、拾い方の本がないよねっていうことで、どうやって助けるのかとか、助けてからどうしたらいいのかとか、里親募集の仕方とか、大きい猫を捕まえるときにはどうやったらとか、すごい、これでも普通に野良猫じゃない人も使えますよ。だって見てほら、ちっちゃいとき誕生から零週目とか1週間とか2週間の場合はこれに気をつけましょうとか、3ヶ月とかね、うちのみこさんももらった時は3ヶ月でしたけど、どうすればいいかとか、遊びが活発になるとか、爪が出し入れできるようになるとか、結構細かく書いてあって、猫を育てたいという人は絶対これ切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。